勉強で遅くまで徹夜、深夜まで続くパーティー、一般的なストレスに共通することとは何でしょう。目の下のたるみを引き起こすんですよ。残念ながらこんなことが起こっても人生は止まってはくれません。今回の動画ではこの腫れやクマを解消してくれる簡単な技をご紹介。ぜひお試しください。1. 冷たいスプーンを使う。腫れ、クマ、たるみ、それが何であろうと冷たいものをお肌につけることで大きな違いが見られます。冷たさで血管を収縮して皮膚を引き締めることで炎症を軽減させます。冷たいものを顔につけるのに最も適した優しい方法は台所にあるスプーンなんです。冷たいスプーンを使うのは顔に直接氷を当てるよりマイルドなので腫れを軽減させるのに最適のツールなんです。ご自身でできる方法をご紹介しますね。スプーンを水につけます。水の温度は関係ありません。それからそれを冷凍室に入れます。少なくとも15分放置してスプーンを取り出し閉じた目の上に置いてください。スプーンを上にして目の上に置いたり、反対側で目の涙袋に当ててみたりしましょう。スプーンが温まるまで続けてください。1分程度そのままにしましょう。アイクリームを冷蔵庫に入れて同じような冷却と腫れ軽減効果を得てみてもいいですね。氷を使うことにしたら直接肌につけないようにしましょう。布かペーパータオルでくるんでください。敏感な目の領域を凍えるような冷たさから守るバリアーの働きをします。 2. 手作りフェイスマスクを作る。どんな卵が好きです？スクランブル？両面焼き？ポーチドエッグ？目の周りにつける？ん？最後のおかしいです。そんなことないですよ。卵はお肌に必要なトリートメント効果のある安くて簡単な方法なんです。卵の白身はタンパク質、ビタミン B、ビタミン E が豊富で腫れを治すアイマスクにぴったりの材料。タンパク質には皮膚の引き締め効果があるからなんです。生の白身を涙袋にのせて乾燥させましょう。乾いてくる間に肌が引っ張られて引き締められていることが感じられるはずです。効果が出てきたら洗い流して終了。他にも目の下のたるみに効く材料が台所にあります。オリーブオイルです。確かにこれはサラダにかけたりオーブン料理に最適ですが、肌の見た目を改善するためにお顔につけても効果ありなんですよ。薬指を使って数滴を目の下の部分に塗り込みます。やりすぎは禁物です。あと目に入らないように気をつけてください。オリーブオイルの効果は冷たいものや卵の白身の時ほどすぐ出ません。結果が出るまでには週に数回行う必要があります。オリーブオイルは肌をしなやかに保湿して健康的な見た目にしてくれます。これによってシワが目立たなくなるんです。もちろん目の下の腫れ、クマ、シワがそもそも出ないようにするために次の方法を試してみてもいいですよ。 3. 習慣を変える。腫れた目の原因にはいろいろあります。その多くは日々の習慣に関連しているんです。まず塩分の摂取量を減らしてみてください。つまらない料理に塩をひとつまみかけるだけで美味しくなりますが、余分な塩分によって体は不必要な水分を蓄積してしまうんです。この余分な水分はウエスト周りだけでなく顔や目の周りにも現れます。塩分の多い夕食1回だけで次の日1日中目が腫れぼったくなることもあるんです。代わりにレモンジュースを使うようにしてみましょう。食べ物に味をつけてくれるだけでなく塩分もゼロ。毎日のルーティーンで目の下の腫れを治したいなら寝る時の姿勢を変えてみてもいいでしょう。変だしあまり関係ないように思えるかもしれませんが本当に効くんですよ。うつ伏せや横向けで寝がちなら朝起きた時に顔が腫れぼったくなる可能性が多いんです。
こういった寝相だと体内の水分が目の周りに集まりやすくなります。寝るときに体を支えるための枕を使うことでかなり違いが見られますよ。そしてなるべく仰向けで寝るようにしましょう。こうすることで重力が働いて余分な水分が下へ引かれ顔から離れていきます。最後に毎日の習慣に関して言えば、化粧をしっかり落とすようにしましょう。アイライナーやアイシャドウをしたまま寝てしまうと肌が荒れてしまい、ご想像の通り赤みや腫れの原因になります。寝ている時に化粧のような異物を流そうと目は水分を分泌するんです。その溜まった水分が目をものすごく腫れぼったくします。なので寝る前にはしっかりメイクを落としましょう。さらに化粧をしたまま寝るべきではない理由は他にもたくさんあります。ニキビ、目の炎症、枕の汚れ、よりどりみどりですね。私はどれも嫌かな。4、ネティーポット、鼻洗浄機。アレルギーがあるなら粘液やゴミが鼻の中で蓄積します。これによって目の下にクマやたるみができてしまうんです。よくこういうトラブルに苦しんでいたり、決まった季節に症状が悪化したりするのであればアレルギーが原因かもしれません。ネティーポットは鼻の中を洗い流してくれる道具で、特にアレルギー持ちに最適。もし使ったことがないならちょっと怖いかもしれません。でもコツをつかんだらお家で毎日簡単に使えます。それではその使い方をご紹介。まずはじめにポットがきれいで清潔かどうか確認しましょう。鼻の穴の中に大量のバクテリアを送り込むことだけは避けたいので、これはかなり重要なポイントです。これが確認できたら生理食塩水をポットに入れます。生理食塩水はドラッグストアで購入可能ですよ。自分だけの食塩水を作っても OK。 熱で蒸留した水1杯に小さじ半分の食塩を加えましょう。水道水は NG。 バクテリアが紛れ込んでいる可能性があるからです。完全に食塩が溶けたら鼻の穴に入れるのに適した生温かい温度になるまで待ちましょう。シンクに体を傾けてゆっくりとポットの注ぎ口から鼻の穴へ水を流し込みましょう。すぐに反対側の鼻の穴から水が出てくることでしょう。なんだかちょっと気持ち悪いですが、すごいですよね。片方を十分きれいに流したらもう片方もやりましょう。終わったらポットを滅菌水ですすいで乾かしてください。必要なだけ頻繁に行えば鼻の通りが良くなって目の周りのクマも減少します。 5. 細いシワのためのエクササイズ。20代または30代でも目の端にちょっとしたシワができることに気づくことがあるかもしれません。結構気になりますが、目尻の小じわはよくあるものなんです。表情が豊かだから出てきてしまうだけですよ。笑ったり笑顔を見せたり、太陽が眩しい時に目を細めたり、心配はご無用です。こういったシワを防止するのに感情を控えめにして真剣な顔で歩き回る必要はありません。フェイシャルエクササイズで目の周りの筋肉を引き締めればいいだけ。まず顔に触れる前に手を洗いましょう。親指を目の外側の端に置きます。そして残りの指を頭の上に乗せましょう。そしたら目を閉じてきつく押してください。これを行う際、少し上向きの動きで親指で皮膚を目から離すように引っ張ります。5秒から10秒維持して弛緩させましょう。10回から20回、または自分が納得いくまでこのエクササイズを行ってください。週に何度か行ったら思っているより早く効果が見られるでしょう。目の周りの腫れやクマをなくすために欠かせない方法は何ですか？コメント欄で教えてください。この動画で役に立つことを学べたと思ったら高評価してお友達にもシェアしましょう。チャンネル登録もお忘れなく。これであなたもブライトサイドに仲間入りです。